白くまななみん。皆さんこんにちは、白くまななみんです。本日はこちら私のほぼ日手帳を皆さんに紹介していきたいと思います。 YouTube だけじゃなくて Instagram を見てくれてる方はお分かりの通り、私ほぼ日手帳を書くのにめちゃくちゃハマっているんですね。なので本日はこちらのほぼ日手帳中身見ていきましょう。まずほぼ日手帳を保存しているケースはこんな感じ。去年ぐらいにですね、文具女子博の動画でも紹介したんですが、こちらほぼ日手帳を入れてるファイルっていうのがホールマークさんっていうメーカーさんの持ち分っていうファイルを使ってます。はい、ほぼ日手帳にぴったりのサイズでお気に入りです。でこれ開けますとこんな感じ。スプラトゥーンが本当に好きで、最近任天堂東京でクリップを見つけたので、いろんなところにくっつけてスプラ好きをねアピールしています。大好きなクリエイターのお友達と書いた、一緒に落書きしたチェキ、ここちょうどいいねサイズ感なのでここに入れて取っておいており、ここがですね自分のステッカー、これ白クマナナミっていう私のキャラクターと、これがタイのこれですね、これポストカードなんですけど大きい。これはですね、タイに行った時に購入したタイのクリエイターさん、ギブミーミュージアムスさんというクリエイターさん、メーカーではないか、クリエイターさんでいいのかな、クリエイターさんのポストカードをここに置いて、ちょっとなんか可愛い感じの表紙みたいな感じにしてます。でこれノートなんですけど、これそのホールマークさんっていうこのクリアファイルについてたノートなんですが、もったいなくて使っていません。ちょっとね来年あたりそろそろ解禁してもいいのかなと思いつつ、可愛いので使えないっちゅうことで、はい、じゃあこれからねメインのほぼ日手帳についてご紹介していきます。はい、これじゃあちょっといってらっしゃい。ではこちら私のほぼ日手帳でございます。これは手帳って日付が入ってるものが普通だと思うんですけど、これはデイフリーなので、デイがフリーっつうことで、日付にとらわれないで書ける手帳っていうやつ、詳しくは去年の手帳紹介の動画を見てもらえたらいいかなと思うので、よかったら概要欄に URL 載せとくのでそれも見てください。ほぼ日手帳のここにまたスプラのクリップと、これはですね文具女子博で購入した去年のムックさんに似たキツネの刺繍のシール、これめっちゃ可愛い、本当にお気に入りです。で裏は私が大好きなディズニー作品リメンバーミーのシールが、何ヶ月か前にディズニーに行ったじゃない、映画館に行った時に売られていたので、あ買おうと思って購入しました。このほぼ日手帳は2種類サイズがあるんですけど、 A6 サイズと A5 サイズっていう、なんかコンパクトなのとこのサイズっていうのがあって、私は大きく書きたいっていうことで A5 サイズを使ってます。下敷きにはですねマークスさんというメーカーさんのエディット下敷き使ってます。これねめっちゃいい、ちょっとマットっぽい感じが、手触りいいし書き心地が最高で推し下敷きです。それではですねこれ見ていくんですが、最初は何にもなくて、あここに私の大好きな越川紀之さんというイラストレーターさん、ホワコロちゃんというキャラクターが私めっちゃ好きで、そのイラストレーターさんとディズニーがコラボした猫の日のステッカーですね。これキラキラしてるシールでドドンとここに貼ってお気に入りのページです。で手帳なのでこんな感じで手帳の欄があるんですけど、全く使っておらず、ほぼこのマンスリーのページは使ってません。じゃあちょっとここからそろそろ始まります。はい、皆さんこちらの画面見覚えありますでしょうか。これ去年の手帳紹介の時に書いた、11月23日に書いた今年の手帳を決定した高橋書店さんのトリンコ店とほぼ日手帳を使うっていうページですね。この時初めてほぼ日手帳を使ったので、すっごい緊張して書いたのを覚えてます。でそっから12月20日か次の月か、まだ書くのに慣れてなくて、次書いたの1ヶ月ぐらい経っちゃってもったいなくて使えないっていうことで、これ私の大好きな NiziU っていうアイドルさんのコラボカフェがあったので行ってきたやつ、これはね水彩色鉛筆で書いて、これも確か動画に出してるねメイキング、これ水彩色鉛筆で書いてめちゃくちゃお気に入りのページなんですけど、この時初めて水彩色鉛筆を使って、このほにゃんほにゃんみたいな紙のシワシワっていう感じを楽しめて、あこれめっちゃいい紙ってなったのが印象的でした。次のページ真っ白です。スタバのこの注文したシールを貼って、
後でスタバのイラスト描こうって思ってたんですけど、一生描いてないページですね。まあまあこういうページもあるっていうことで、はい、次のページはこれ1月の動画で載せてたと思います。 YouTube を始めて3年記念日、1月13日が私の YouTube 始めたよ記念日なんですが、それでまとめたページです。これも水彩色鉛筆で描いて、お気に入りのページ。水彩色鉛筆はですね、私ステッドラーさんのカラトアクエレルというアクエレルというやつを使っていて、これ48色のやつで10年ぐらい使ってるからめちゃくちゃボロボロなんですが、これかなりお気に入りです。色鉛筆で塗って水筆でぼかすっていう感じで描いているんですが、よかったら動画とかも過去のやつ見てみてください。はい、でここら辺がタイに行ったよっていうのとか、鬼滅の映画を見て大興奮っていう感じ。ここら辺から結構シールを貼ってみようっていう気持ちになってます。はい、真っ白なページ、真っ白なページも定期的に挟まっております。でこちらは2月27日が私の誕生日ということで、誕生日のページ、これは7組のみんなからもらったイラストのデータを全部プリントして貼りました。めっちゃ嬉しかったですね。こういう風にファンアートもらえるのってすごい幸せなことなので、よかったら皆さんファンアート送ってください。ではお次こちら、あー、ムックさんの誕生日3月3日です。かわいい。今2歳ですね。次の3月で3歳です。かわいいね。でこれ3月24日はスプラトゥーンとユニクロコラボの T シャツを購入したんですが、確か爆買いしました。ちなみにスプラトゥーンなんですけれども、これ3月だよね。つい最近任天堂ショップでスプラトゥーンのバインダーを購入して、これスプラトゥーン用の手帳にしています。推し活手帳的な、スプラ推し活手帳みたいな、いつかこれも紹介できたらいいなと思ってるので、もし見たいよっていう方いましたらコメントくれたら嬉しいです。でここら辺飲み物記録ですね。スタバのイチゴが本当に美味しくて、多分10回ぐらい飲んだんじゃないかなという感じ。あ、でここはねちょっと落書きのページだから多分 SNS とかに載せてなくて、なんかねスタンプを押しまくったりとか。これは私8月末に出したガラスペンとインクの楽しみブックに載せたページなんですけど、もし本を持ってる方いましたらこれがあるかどうかちょっと確認してみてください。はい、でこれいつ7月6日と9日20のライブに行った日のページです。これ実は動画にしようと思って結局しなかったっていうページで、メイキングあったんですけど載せればよかったなって今思ってます。これは水彩色鉛筆で描いて、可愛いですね、カラフルで。はい、次、あ、ここら辺は購入品紹介とか自分のグッズ紹介のページです。カラフルでいいですよね。でやっぱりこのデイフリーっていう日付にとらわれないやつが私の中ではすごい相性がよくって、自由に描けるのがいいなと思って今使ってます。これマレーグマになれるヘアバンド、私が一番好きな長野さんのキャラクターマレーグマ、よかったら皆さん調べてみてください。結構いろんな画材を使うようにしていて、ほぼ日手帳を使ってからいろんな画材を楽しめて最高っていう感じです。これね、まだスプラ手帳がないからここにドドンと書いているんですが、楽しい。あ、映画見た時はこうやって映画のことまとめるの最近ハマってます。付近のシールも貼ったり、夏の思い出とポケモンスリープ、あとここら辺からはめちゃくちゃ書くのにハマってます。この時使ってるのはパイロットさんの万年筆ライティブっていうやつなんですけど、これがめちゃくちゃ書きやすい。水に強い顔料インクっていうインクを中に入れていて、くっきりしてるインクでお気に入りです。めちゃくちゃほぼ日角度にハマってます。あ、これクリカットっていう私カッティングマシーン持っているんですが、動画見た人いるかな。それのポップアップイベントがあって、それに行った時にスタンプラリーがあったので、それ手帳に貼ってみました。こういうなんかちょっと立体っぽいのあるの楽しいですね。はい、あ、貧血になったメモとか包装紙とかもね切って貼るっていうのもハマってます。と食べ物記録楽しいですね。あ、ここら辺テープ貼ったりとかしてめちゃくちゃ愉快。ほぼ日のお店に行った時はこんな感じで、結構包装紙分厚かったんですけど貼ってみました。厚みが出ていい感じです。なんか日記っていうより思ったことを書くみたいな手帳にしていて、とても楽しいページになって、いや、いいっすね。楽しい楽しい。今もうサクサクこうやってペラペラやってるので、もし気になるページがあったら一時停止してぜひ皆さん見てください。ディズニーアニメーションイマーシブエクスペリエンスっていうディズニー好きのためのイベントみたいなのに行ったんですけど、
これ見てなんかキャラクターの描き方みたいなシートを見ながら描いたやつ、ここにこうやって貼ってみました。まあ、私さ、ミラベルと魔法だらけの家が本当にめっちゃ好きなんですけど、もうここのイベントで取り扱われてもう普通に大号泣しましたね。もう本当めっちゃ大号泣。あ、これユニボール1、これユニボール1、私すごいユニボールシグの 0.38mm が好きなんですけど、これユニボール1っていうボールペン、これ前いただいたんですけど、めちゃくちゃ書きやすくてかなりお気に入りで、世界一黒が濃いっていうボールペンらしくて面白いので、皆さん機会がありましたらぜひとも使ってみてください。結構購入品を貼ったりとか食べ物を載せてますね。ここら辺からちょっと紙を貼る、紙を切って貼るっていうのにハマってます。あ、これピューロランド行った時の話、なんと4ページも使って書いてみました。キティちゃんのポップコーン作るやつ楽しいですね。あ、でこの日は可愛い歌舞伎っていうキティちゃんの歌舞伎が一番ヒットしました。私の中でかなり面白かった。そしてこれ、私のガラスペンとインクの楽しみブックについてまとめたページ。このほぼ日手帳の紙のともえリバーっていうやつが、インクに結構強い紙なので、こうやってインクの色も見れるのいいですよね。はい、ここら辺楽しい楽しい。あー、これ推し活って感じです。スキップとローファーっていう大好きな作品のページ、あ、でここら辺は水彩絵の具を使ってます。水彩絵の具はウィンザー&ニュートンさんのコットマンハーフパンっていう、この手のひらサイズの絵の具を使っているんですが、これかなりいい。あ、10月はねインクトーバーっていうイベントがあるので、毎日インクと親しみながらイラスト描きたいなと思ってます。はい、こちらのページはですね、あの、私よく何投稿しようか行き詰まることがあるので、インスタグラムでどんな投稿が見たいか聞いてそれをまとめたページです。こうやってあると投稿が楽しい。これ大好きなクリエイター坂本さんちのこのみさんと出かけた時の、これね、かなりこの水彩の色いい感じに塗れてお気に入りです。こんな感じで紙を切って貼ったりとか、包装紙を切って貼るやつ楽しいですね。ステッカーをたくさん貼ったりとか、タグを貼ったりとか、見たドラマをまとめてみるだとか、ライブに行ったことをまとめて、食べたものとか、マステを貼りまくるっていうのがかなりほぼ日手帳楽しいです。あ、今やってるポップアップについてまとめたり、本の宣伝もまとめてみました。なかなか楽しいページが日々、あ、もうない、できているんじゃないかなと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。今これが全部で日記書くページが171ページあるうちの今88ページしか書いてなくて、あと90ページぐらいね、またどんどこどんどこ書いていきたいなと思っているので、もしまたこれが書きまくれたら皆さんに動画でお見せできたらなと思ってます。ちなみにこのほぼ日手帳のいいところ、こうやって見た時にこのちょっと広がる感じ、厚い感じ、これがね、その手帳を育てるっていうらしいんですけど、この横から見た図がすっごいたまらないですね。なんか、ああ私こんなに書いてんだみたいな、愛情詰まってんだみたいなのが最高の手帳でございます。ちなみに実はもう2024年版、これは23年なんですけど、24年版も購入して開けずにお部屋に置いてあります。さあ、2023年中にこれが全部書き終わるのか、そして2024年もたくさん書けるのか、ぜひとも皆さん乞うご期待でお願いいたします。はい、ということで本日はですね、私がただただ自分のほぼ日手帳をパラパラして皆さんにお伝えしたいほぼ日の良さをっていう感じの動画でございました。ゆるゆるな感じで進めましたが大丈夫だったでしょうか。また何かね、動画で気になったとことか、もっとこれ見たかったとか、これも知りたいなとかありましたら、お気軽にコメントお願いいたします。最近はショート動画の投稿を毎日頑張っているので、そちらも見ましたら高評価ボタンお願いします。2024年の手帳事情ですね、私そろそろ手帳が揃ってきたので、また別の動画で紹介できたらなと思っています。そちらの動画もお楽しみに。はい、ということで本日の動画はこの辺で、楽しいと思いましたら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、白熊ななみんでした。さようなら。